ER2 型はソ連運輸通信省が1962年から導入した直流電化区間用電車である。この項目では関連する他の形式についても記す。1957年に製造が開始された ER1 系電車は MT 費の増加や機器の性能向上、車体の軽量化などにより、 設計最高速度時速 130km、加速度秒速 0.6m 級という、それまで製造されていた電車をしのぐ、高性能ぶりを実現させた。しかし、ER1 型が、集中的に導入されたモスクワ・レニングラード間の、電化路線は、高床式プラットフォームを採用している一方、ソ連運輸省が管理していた、他の路線は、低床式プラットフォームが主流となっており、 高床式に対応していた ER1 型をそのまま導入することは難しかった。そこで ER1 系の運用成績に基づく機器の改良もいった新型車両 ER2 系の開発が決定し、1962年に最初の編成が落成した。扉部の低床式プラットフォームへの対応に加え、モノコック構造の弱点であった車体の強度不足を 補なうため大枠や戦闘部、扉部などの強化が行われている。これにより、ER1 型に比べ若干重量が増加している。床下機器に関しても、1962年に製造が始まった交流電化区間用電車、ER9 型との機器統一を図るため電動車に設置されているブレーキシリンダーの数が変更されたほか、ER1 系の鉛蓄電池を アルカリ蓄電池に交換するなどの近代化が行われている。電動機については、初期の車両は ER1 型と同様の -106 を採用したのに対し、1974年以降に製造された車両は、リガ電動機製造工場で新たに開発された、より高性能の -110 を装着している。連結機は、ソ連の鉄道車両の標準仕様である、 自動連結機の CA-3 が用いられている。なお、1027編成までの先頭部は ER1 型と同様の半球状の構造であったが、1974年に製造された1028編成以降は大きく外見が変わり中央部が突出した全面2枚窓の角形形状となったほか、1122編成以降は車内レイアウトも変更されている。形式名の ER2 は、リガ車両製作工場で製造された第2世代の電車という意味である。また、これとは別に、リガ車両製作工場では62の61という番号で呼ばれていたほか、車種によって以下の形式番号が付けられている。重量編成時の編成表を1962年に最初の48編成が落成して、以降、 1974年のデザイン変更を経て1984年9月までに合計9211両の製造が実施された。10両編成が基本であったが、各都市の需要に応じるために4両、6両、8両、12両編成の製造も実施されたほか、編成単位ではなく、車両単位の生産も行われている。電動車など多くの車両は、 リガ車両製作工場で製造された一方、付随車については、仮委任車両工場でも生産が実施されている。最終的な製造車両、編成数の内訳は、10両編成629本、12両編成134本、8両編成75本、6両編成7本、4両編成5本のほか、戦闘ユニット58本。 中間ユニット173本、先頭車113両、電動車52両、付随車4両である。1984年以降の生産は、改正ブレーキを装備した ER2T 型へと移行している。ER2I 型 ER2 型をはじめとする直流電不拡用電車では、直流電動機の制御の際に生じる電気エネルギーの損失が長年の課題となっていた。 それを解消し、消費電力を削減することができる、サイリスタチョッパ制御方式の試験者として1967年に837編成の内電動車1両が改造された後、1970年に830編成がサイリスタチョッパ制御への改造が行われた。1972年に形式名が ER2I 型に変更されている。試験による結果、 電力消費が平均9.2%から12.8%削減されるという結果が得られ、ER12 系以降の電車や高速電車 ER200 系の開発時にも活用されることとなった。なお、1970年には559編成も同様にサイリスタ直波パ制御方式の試験車用 ER2I 型に改造されたが、こちらは低電圧を確保するため、 火線からの電力が電動機には直接向かわない構造になっていた。これにより出力が増大した一方、直波装置により重量も増大するという欠点が指摘されたため、この方法は実用化されず、車両も後に ER2 ボルト型へ再改造されている。ER2A6K 電車の非電化区間への直通運転を実現させるため、1972年に 第596編成から改造された編成。蓄電池が装備されており、電荷区間で架線から貯めた電気を用いて、非電荷区間でも走行することが可能であったほか、回生ブレーキも装備しているためブレーキ使用時にも充電が可能であった。1973年から試験運転が行われたものの、装置の複雑さや機動車の増備に伴い試験は中止され、 ER2A6 型はそのまま放置された後1992年に解体された。ロシア連邦における本格的なバイモード車両の登場は2009年に営業運転を開始した DT1 型まで待つこととなる。ER2V 型1959年にビタリー・エブゲニエビチ・ローゼンフェルド教授が発表した論文に基づく直流 6000V による電化計画に合わせ、 電気機関車と共に1973年から1975年にかけて ER2I 型を含む車両から改造された車両。制御装置はサイリスタ直ョパ制御方式に交換され、4両編成3本、8両編成1本が導入された。1974年から1978年にかけて実験が行われたが、技術的な問題が要因で、 直流6000ボルト電化は断念され、ほとんどの車両は廃車された。ただし一部車両は3000ボルトへの対応工事が実施され2008年の廃車まで各種試験に用いられている。EM2I 型スペレツモント車とモスクワ機関車、修理工場により製造された車両。両車の技術不足に加え、発注を行った。 アエロエクスプレス側が提示した開発期間が短期間だったことから e r 2系の大枠や機器を流用する形で製造することとなった。流線型の前面を有するビード加工が配された車体を有し、前面の白色塗装には劣化を防ぐための特殊な石膏や塗料の厚塗りなどの手法が用いられた。制御方式は e r 2系の抵抗制御から イグクとサイリスタを用いた、可変電圧可変周波数制御へと変更され、消費電力の削減が図られた。編成を組む車両は、微数マイナス4型密着連結器によってつながれ、ER2 型に生じていた乗客が、車両間を往来する際の段差がなくなった。2002年に第一編成が製造されたものの、試験運転で、速度不足をはじめとする不具合が、相次いだ結果、 アエロエクスプレスは、開業に向けて、EM2I 型ではなく、デミホボ機械製造工場が製造した ED4MK 型を導入することとなった。その後 EM2I-002 編成でそれらの不具合の解消が図られたことにより2004年から空港連絡列車への導入が開始され、2005年からは、郊外路線への導入も含んだ量産が始まった。 だがそれ以降も故障が頻発し、さらにメーカー側に予備部品を供給する体制が整っていなかったため、翌2006年に量産は打ち切られ、製造元のスペレツモント社自体も2007年に倒産した。2019年現在も営業運転に使用されているが、2015年以降一部編成に廃車が発生している。その他改造、リニューアル車ソビエト連邦の崩壊後、 ロシアなど各国の鉄道へと移管された ER2 型は後継車両による置き換えが進んでいるが一方で車体更新や運転席部分の交換、短編成化による戦闘車化など各種改造を受けた車両も多数存在する。またロシア鉄道に所属する車両については事業用車への改造や機器流用による事業用電車の製造も実施されている。 ER2I 型の試験結果をもとに、1976年に10両、編成1本、1981年に8両編成と6両編成が1本ずつ製造されたサイリスタ直ョパ制御方式の車両。制御装置以外は ER2 型と同様の機器を用いていた。タリン近郊で使用され、ソビエト連邦の崩壊後はエストニア国鉄へと移管している。 また1992年には形式を ER2S 型へと変更している。1964年から1975年にかけてソ連国鉄には ER2 型よりも長い車体全長 24,500mm を有刺回生ブレーキを装備した ER22 系の製造が実施されていたが、軸重の重さや回生ブレーキの不具合により、1975年に 製造された e r 2 2ト型をもって製造が中止された。そしてそれに代わる車両として、1979年からは ER2 型と同一の車体を持つ ER2R 型が生産されることとなった。回正ブレーキを装備している。関係上、ER2 型よりも重量が増加している。1987年まで2024両が製造されたが、 故障が多発したことから、以降の増備は改良型の ER2T 型に移行している。交流電化区間用電車である ER9 型は、第2編成以降 ER2 型と同型の提唱、高床双方のプラットフォームに対応した車体を用いて生産されている。ありがとうございます。